オイルリークが止まんなくて、まあ前からも気になってたんですけどね、この塩ピのオイルパン、ここがなんかねへこんでんすよね。このザラザラしてるとこだけ、これ何なんだろう、不良品ここは面出てるんだけど絶対こっから漏れてんだよなと思って今オイルスタンで磨いてるんですけど、ほらくぼんでるんすよね、ここだけ謎。シートカットすりゃいいんだろうけど、なるべくね平滑にして組み直してみます。多分こっからね今までも漏れてたと思うんだよね。見えます、これ。ほら向こう側見えるっしょ。ここなんでこんなねへこんでんだろうね。このこっち側のラインを平らに持っていこうと思います。この辺はもう捨てで。この辺はね、まあ開いてんだけど、なんとかなりそうな気配。なるべくだから、内側を平滑にして、オイルリークを止めたいと思います。漏れもまあまあ収まったっぽいです。今日はね天気もいいから試乗したいと思います。さてそれでは試乗に行ってみたいと思います。どうなるか。アイドリングの段階で揺れがかなり収まったんで、車体も前はね結構こんぐらいの、今アイドリング800回転900ぐらいなんですけど、こう揺れたんですよ車体も。だけど今全然こうねこうはならない、なんかこう肩から下がこうこの辺が揺れてる感じ。
イルがちょっとシャバいのしかなくて、本当はシングル入れたかったんだけど、マルチのちょっと固めしかなくて、まあ、フラッシング代わりにちょっとそれで使ってね、もうちょっと経ったらシングルグレード入れようかなと思ってます。安定してんな。ではしっかりしてる。
がって1速から2速みたいな時も前はねエンジン結構バタバタバタってしてたんですよ。もうガチャンガチャンガチャンって感じあったんだけど全然ない。低速でのギアチェンジがすごくスムーズで、悪いこと一つもないですね。これはいいですよ。いや感動。作業自体は大変だけど部品自体は全然高くないんでやる価値ありますね。おー今みたいな時こう前の車が右折してって低速でギアをね2速から1速とか1速から2速とかにしなきゃいけない時エンジンのバタつきが全然ない。おお、こういう時ね今前の車が前の車をちょっと抜こうとしてるんですけど低速で全然バタつかない。違う、まあ何度も言ってますけどやっぱそのねこういうなんつうのかなエンジンが今までこう揺れてたから車体全体も結構上の方までねこう揺れてたからさっきこの辺から下が揺れてる感じって言いましたけど本当にねもうねアイドリングで止まっててもこの車前まではもうこの辺メーターのこの辺もこうやって揺れてたんですよ。こういう感じ頭も揺れる感じ自分のだそれがエンジンの今揺れがね今までこんぐらいだったのに対して今ねこんな感じなの。だから車体もやっぱそれに合わせて揺れるぐらいだから上の方はあんま揺れないんだよね。こう腰下腰ぐらいが揺れてる感じかな。グラグラグラってそうだからすごいなんて言うんだろうなやっぱ重いもののこうブルブルが収まるとすごい低重心になる感じなのかな。もともと水平対向のねフラット4だからこうエンジンのね傘が低いので低重心なはずなんだよねビートルって、だからそれがすごいより強調されてる感じっつうのかな。なんかこういう感じなんだねすげえ新感覚だからコーナーとかすげえ楽しいよこうめっちゃリアがこうビトってするビトってするなんだろうこの感じ不思議。いや面白いねやっぱオイル漏れチェックなんですけどね、すごいね全然漏れてきてないね優秀今回いろいろ優秀だわ。まあこれからちょっと滲んでくんだろうけどな。でも今までで一番漏れてないオイル交換後。はい試乗&インプレッションでしたけれども今回ね、作業中に一人、ビートルお友達が、教えてくれたんですけど丸203は、ミッションマウントがもともと柔らかいそうなんですよ。で多分、まあ、高級志向のね一応ビートルの最高峰スーパービートルなので、まあ、乗り心地とかを重視して、柔らかめのマウントにしたのかなと思うんですけど逆にそれがねこういうチューニングエンジン積むとあだになって、何もやってないと丸203はチューニングエンジンを積むとねエンジン揺れるんだそうです。なので、今回みたいな車をね例えば買う時とかにエンジンなんかねチューニングしてあるよっていう丸203買う時に一つのその車をどれぐらい知ってチューニングした人なのかっていうのがそういうところで結構ね車見たらわかるかもしんないですね。だからまあなんかチューニングエンジン乗っかってる丸さんがね例えば売りに出たとかで
見に行って、でエンジンかけてもらって、あまりにブルブルしてる、ブルブルブルって、なんかもうパッと見で多分ね揺れてんなって思うと思うぐらい揺れるんですよ。これもそうだったけど、だからそういう風な車はもしかしたらミッションマウントとかまでには気を使ってない車になるかもしれないし、まあ、逆言えば、チューンドエンジン積んでんだけどエンジンビタッと安定してる場合はね、おなかなか知ってるじゃんこの車っていう風に、車の目利きもすごいねできるようになると思うんで、だから今回みたいな作業ってやっぱり、今後ね旧車乗りたい人とか、まあ、これからいろいろ楽しみたい人の一つのそのレベルアップのまあなんか糧になると思うん で僕自身も今回ねすごいいろいろ勉強したというか、あの得たものがかなりあって、まあエンジン次やったらね1時間あったら降りますねこれね。だからなんかまたやれることがね増えちゃって、やりたいことも増えちゃって、こういうのを泥沼っていうんですかね。あとね今回そう、さっきちらっと見せましたけど、ね今まで自分でオイル交換 3,4 回やってるんですよこの車で、毎回ねもうオイル変えてで試乗行くたんびに帰ってくると、もうものの10分15分走って帰ってくると、もうこうオイルがねこう滲んできてこうなんか雫になってたりとか、一滴二滴も垂れる状態だったんですけど、今回ね一滴も垂れてない、さっきみたいに。で今までと何が違うかっつったら、一番安いガスケット使いました。紙のやつ、あの段ボールっていうかボール紙の分厚いみたいなやつ、なんか薄々ね噂で聞いてたんですけど、やっぱりね紙ガスケット最強かも、オイルパンのところのやつ全然漏れてないね。だからやっぱさね、ダメだね。前も一回あのゴムっぽいの買ってみたけど、まあ、あれは一回も使わなかったけど、なんかそういうところがね使って、ね自分でやってみないと分かんない部分だったりするんで、オイルパンとコロワーなのはねやっぱね紙ガスケットがねビートルは最強かもしれないですね。あとなんかあれでしょ、ヘッドカバーのパッキンのところはあのねコルクのやつが一番いいらしいね。あと純正じゃないヘッドカバーだいたい漏れるって聞いたことあるけど、純正のあのバッチンって止めるやつが一番漏れないってね昔から聞きますけど、まあそんな感じで次はね何やろうかなって感じなんですけど、自分的に次やりたいのはねフロントホイールなんですよ。でまあ他の動画見ていただくと分かるんですけど、リアだけ今ねあの某、超軽量スチールホイール風アルミを履いてますけど 6.5J で、前が今 4.5J の純正のままなんですけど、これをねまあ丸さんは結構やっぱポルシェを意識しててタイヤ太いの履かせてこのねフェンダーに面にしてる人が多いんですけど、僕はなんかちょっと違うことしたくて、内にね寄せてまあ王道キャロルックに近い雰囲気に足をねこうちょっと小さく前習いしてるあの感じを出したいなと思って、でまあいろいろ今フロントに履くホイール探してるんですけど、 6.5J 履かせちゃうとね多分はみ出るし、あの内側のストラットに当たるんでホイールね輪切りにすんのもなと思ってて、で今ちょっとね一つ思いついた案があって、まあそれが一番費用もかからずに誰もやって、まあ誰もやってないんだけど、リアのホイールも一番費用もかからずに、まあなんか僕の思ってる感じに近くなるかなと思って、今はねもうフロント純正ホイールホイールキャップなしだっていうのがもう見たらそこバレるんで、だからそうじゃないでちょっとだけね丸三でそうなるんだっていう、感じの足にしたいなと思ってるんで、まあポイントはすぐ純正に戻せるってとこかなやっぱり。でねディスクにねその際しようと思ったんですけどね、ディスクはやめました。でパッドをねレーシングパッドにしようかなと思ってます。それで十分だと思うんですよね、レースガチでやるわけでもないし、まあ車体も軽いし、ちゃんと整備してあるドラムだったらおそらくパッドさえそこそこの入れればバッチリ止まる車になると思うんで、今だってねすでに結構ちゃんと止まるんでね、とりあえずね、なんとかこの連休プラスアルファぐらいで作業が終わってよかったです。ほっとしております。ではまた。